ちょっと恥ずかしいけど、15歳の自分へ。15歳の僕は、すでに彼女がいたんだけど、どうしても最後まですると度胸がなくて、今の僕がいたら手取り足取り教えるんですが、はい、ネズラ通信の山本啓司です。あまりアホなことを言ってると、いろんな人から怒られるんで、はい。二つ、今日は、お話ししたいことがございます。ネズラ通信、まあ、僕一人でやってるわけではないので、ちょっと、僕はお休みするかもしれません。理由は、僕の父、まあ、御年88歳と6ヶ月になるんですけれども、14日から、まあ、僕の、まあ、患者家族の医師と申しますか、延命措置はしない。はい。っていうことで、絶食に入ってます。で、となると、まあ、早くて1週間とか、まあ、命の終わりはわかりませんけど、はい。で、そう、まあ、まあ、見送ることになります。まあ、いい、ね、見送り方ができればいいな、とは思ってます。で、そうですね。で、まあ、それが一つ目です。で、二つ目は、またちょっとね、本当はね、10月に僕の絵を、まあ、見て、まあ、よかったら買いたいって言って、しかもろうそくだったんですよね。で、そういう、なんか僕のこ、僕もその人を知ってるぞって、間に立ってくれたのは、僕の恩師で、まあ、愛先生という方です。で、まあ、京都大学医学部院、博士号、コースまで行って、研究者を、になれず、はい。僕と同じで研究者になれず、まあ、いろいろと活躍されている元気な人です。まあ、とても尊敬してます。で、僕の芸術活動、まあ、ね、父のターミナルについても、まあ、ちょっと相談しましたし、じゃあ、俺は、お前の芸術活動をこれからも応援していくし、って言ってくれたんで、本当にね、頼りになる。まあ、もう、還暦を迎えられてるんですけど、まあ、僕からしたら、まあ、兄貴ですね。で、ちょっとね、この絵を紹介したいと思います。ちょっと袋に入ってるのでごめんなさい。まあ、ご紹介したい、女性画家がいまして、妻の、まあ、同窓でもあるんですけれども、古川春子さん。古いカバンの三本川の晴れる子で、とてもチャーミングな女性です。で、僕もお話したこともあるんですけれども、この絵をとても気に入ってくださってね、まあ、検索してみてくださいね。ぜひ、ね、アートを繋がる世界なのでね、彼女の世界観を見てください。で、ついでに僕の世界観も見てください。今回はね、僕気に入ってる絵をここに用意してるんですけどね。この時とは見ちゃうんですけど。で、妻に送った実はこの、まあ、スズメっていうのは昔からね、夫婦円満で、円満ですか。で、これ、初期の、僕の、本当に初期ですね、もう10、これ6とか書いてます。15とか16ですよ。こんなにちょっと不思議な、まともな絵を描いてたんですよね。これなんていいんじゃないですかね。ちょっと渋い。で、真っ赤ですよね。あんまり金の話はせずに、こう。
まあ一般的にね、画廊とかギャラリーに行かれると、まあ値段表を渡されたり、百貨店に行って値段表を渡されたりしたら、パッて10万とかってなってると思うんですけど、油絵にしろ、水彩にしろ、何が高いかっていうと、まず書く場所。紙とか、コットン紙とか、カンバス、麻ですね。麻布。かなりこう、麻布って言ってもね、本当に、すんごい分厚いやつですからね。まあ、こんなちっちゃいのでも1万円ぐらいするんですよね。で、あと顔料ですよね。顔料がね、本当に天井知らずで、コンピューターで書いてたらね、そういうことないんですけど、僕らみたいな手書きの人間は、まあ、例えば今、1万円したり、大きな絵を描こうと思ったら本当にね、10万、20万って顔料かかっちゃうんじゃないでしょうか。なので、そういうふうな値段になっちゃうんです。はい。おかまか。そういうことを言ったらダメなんですね、今の時代ね。ごめんなさい。はい、訂正します。ちなみにこれはね、僕の同志、お兄という先輩に送ろうと思って学装してずーっと置いてるんですよね。お兄と会えないんですよね。で、お兄と、会うことに、ちょっと、目処が立った時に、まあ、僕の父のターミナルがやってきたので、まあ、命の最後はわからないですね。で、まあ、命の最後について僕はこれは思ってる哲学なんですけど、まあ、あらかじめ定められてるような気がします。それは多分、多分これを看護婦さんとかね、まあ、そのターミナルケアとかをされている、どっちかって看護療機なんでね、医師がすることじゃないんですけど、そういったホスピスとかで働いてるドクターとか見たら多分とても分かってくれると思うんですけど、本当にね、もう本当に一人で行ってしまう人もいれば、皆に、まあ、囲まれていく人もいますし、苦痛で亡くなる人もいれば、眠るように行く人もいます。いろいろです。それは人間だけじゃなくて、動物、おそらく植物も同じだと思います。で、僕は命の最後にかけている言葉があって、強かったよって言ってます。命は生きようとします。最後まで抗います。はい。だから強かったよって言ってます。あと、まあ理想の、これは最後ですね。自分がそうしてるんですけど、例えばもう小型銃。昔はね、これ学会の話なんですけど、昔は動物の学会って言ったら、畜産と愛玩、まあ大きく分かれてました。で、そこらにずっとこう下にこう枝分かれしてました。今は大型銃、小型銃、航空。新しく航空っていう学会ができました。航空っていうのは結構領域が広いです。もうこの辺まで航空になっちゃうのかな。三叉神経とかになると脳神経内科にあるのか、精神になるのかちょっとわからないんですけど、はい。大きく改変されました。で、農学って言ってもね、非常に幅が広いので、はい。これは、まあ、動物に関したことです。他にも、両生類、爬虫類の両派学会。とか、いろいろあります。何を言ってるんだ。そうだ。動物の最後ですね。動物の最後もね、僕は好きなもの、まあ、体が低体温症になるんでね、温めてあげて、好きなものを並べてます。自分の最後にそうしてほしいんですよね。僕は鉄火巻きと天津飯が好きなんで、鉄火巻きと天津飯を並べて、そうですね。こんな話してるんじゃなくて、僕の絵を見てください。こ
こういう、このね、このキャッチーな絵なんてね、売れると思ったんだけどね、ダメでしたね。どうですか、取り好きな人。なかなかイケてると思いますよ。はい、山本圭司からは以上でした。もう一度、最後に、この話をまとめたいと思います。一つは、僕の個人的な事情で、父の死があるので、しばらくお休みするかもしれません。2点目は、そうですね。僕は常々、ろうそくに自分の気持ちを託しているので、生きること死ぬことは表裏一体だと思ってますし、そういった絵画の中から、何か感じていただければなぁと願っています。もちろん、欲しいって言ってくださ、買ってくれるのが一番嬉しいんですけどね。ともうね、直毛でね、どうしようもないね、これね。本当は僕はエリック・マーティンみたいになりたかったんだけどね。なかなかね。はい、長くなるので、では。